藤田ジュニア・ハヤトは、日本のプロレスラー。本名、藤田ハヤト。脳性麻痺の障害を持つ両親と共に障害者、プロレス団体、ドックレックスに入門。7歳の時にゴッドファーザー・ジュニア、としてデビュー。2004年、知人の紹介で、荒崎人生と知り合い、道の区プロレスへの誘いを受けて入門。デビュー戦に先駆けて、憧れの人である山本キッドのりふみが、 主催している総合格闘技ジムキラー B でトレーニングを積む。12月3日、道の区プロレス高楽園ホール大会で、藤田ジュニア・ハヤトとして、対、中島勝彦戦でデビュー。2007年12月、ヒールユニット、九流に加入。2008年12月12日、吉常に勝利して、東北ジュニアヘビー級王座を獲得。2009年12月22日、 新日本プロレス主催で開催されたスーパー J カップに出場。2010年5月から6月、新日本プロレスで開催されたベストオブザスーパージュニアに出場。2009年8月、鉄人に出場して優勝。11月、プロレスリング01で開催された天下1ジュニアに出場。2011年7月から8月、プロレスリング01で開催された。 日祭りに出場。11月から12月、プロレスリング01で開催された、風林火山に、田中正人とタッグを組んで出場して優勝。2012年1月14日、南野武士、万事丸、県45度とともにヒールユニット、バッドボーイを結成。2016年4月7日、プロレスリング01で、大谷慎次郎&、高岩隆一組に勝利して、 日高薫人と共に NWA、インターナショナルライトタック王座を獲得。2017年4月23日、プロレスリング01位気市平体育館大会の、試合中に左膝を負傷して、外側側副靭体完全断裂、内側側副靭体部分断裂と診断されて、欠場。2018年11月24日、道の区プロレス仙台ヒルズホテル。 道の区ホール大会に来場して、脊髄腫瘍髄内使用上義手によるガンが、発見されて闘病中であることを告白。バックドロップサイドスープレックス KID グラウンド、フロントネックロックと同型。技名は、山本キットのリフミから直接伝授されたことが、由来。変形。KID タラバガニロックと同型。KID クラッチヘルムバズーキックアオ向けになった。相手の上半身を起こして、 相手の左側頭部を振り抜いた右足の甲で蹴り飛ばす。各種キック。ありがとうございます。